アイスを使って野菜作りをしてもう30年経ってるんですよね。琉球大学の先生がですね、このおぼかしというのが非常に、野菜作りには良くて、また、野菜くずですね、うちで使ってものをおかって使った後の野菜くずをその EM というので肥料にできるわけですよね。昨日から私は焼却場を持ってきますけど、私は畑を持ってくるわけですよ。そうすると非常に美味しい野菜が取れるでございますよ。そういうふうな本で、皆さんぜひ山梨来たときは我が家へもちょっと顔を出してもらえば、いろいろなことをご説明させてもらいます。今ね、向こうから取ってきたので、これがキャベツですけどね、冬というとね、腐ったりないかしらですが、こんな立派なキャベツもできました。これも EM のおかげでごいす、まあそういうふうなこんでね、うちの畑は EM をずっと使っておりますので、ぜひ、立派な野菜が取れますので、よろしくお願いします。おいしい野菜ですよ。ぜひ召し上がれ。